ブライトン、デゼルビ史上過去最高の教え子を絶賛する。31日に行われたプレミアリーグ第30節リバプールブスブライトンが行われ、リバプールが2対1で逆転勝利。同日に行われたマンチェスターシティブスアーセナルがドローに終わったため、リバプールが暫定首位に躍り出た。この試合で先発出場をしたマカリスターは今季ブライトンから完全移籍を果たした。リーグ戦ではここまで24試合3ゴール5アシストを記録し、チームの勝利に貢献している。この日も絶妙なスルーパスでサラーの逆転ゴールをアシスト。元教え子の活躍に、ブライトン、で、ゼルビ監督も称賛を惜しまない。彼は素晴らしい選手になった。2点目のアシストは素晴らしかった、称賛し、このような素晴らしいチームの重要なプレイヤーである彼と共に仕事ができたことを誇りに思う、と語った。彼は試合後にフルスサポーターへ向けて挨拶に回ったが、ここでも大きな歓声を浴びたことからもプレーだけでなく、その人柄の素晴らしさが伝えられている。リバプールは契約解除金に設定されていた3500万ポンド約61億円をブライトンに支払っていた。ワールドカップと今季の活躍の前に設定されていたもので、結果的に遠藤航と並び、本当のバーゲン価格になったと伝えられた。リバプールは延期分を含めリーグ戦残り9試合。クロップ最後のシーズンに錦を飾るため、マカリスターの活躍は必要不可欠に違いない。昨日のサラーへのパスは最高だった。シュートもパスもできる最高の男。遠藤とのコンビがここまでとは、思っても見なかった。とにかく最高なんだわ。マカリスターがいるいないとで、だいぶ変わるんだよな。もう退場だけはやめてくれ。移籍金確か60億円ぐらいだろ。お買い得すぎて笑うんだよな。マカリスターってまだ25歳なのかよ。あと7年ぐらいはリバプールの中盤は安泰だろ。今シーズンのマカリスターが素晴らしすぎるのでもう間違いなく本物中の本物。多分マカリスター、シーズン MVP の可能性あると思う。マクアリスター絶対今季のベストイレブンに入れる。さすがに毎週圧巻すぎ。遠藤とマカリスターの最強コンビ。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。